はい、今日は、クリスマスの日で、リトル東京の、福袋、リトル東京って、リトル東京のスーパーマーケットで福袋がテンダラでありましたので、中身はなんか30ドル相当だということで、買ってきました。重さは結構重いですが、何が入ってるのか、まあマーケットなので、スーパーマーケットなので、食料品だということらしいので、どういうものが入ってるか開けてみましょう。てんのかな。ちょっとよ、これいろんなとここっち止めて、こち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 でしっかり止めたってね、見えないようにしてあるんですよね。これああたたたたたたた、うまい、キスがすごい。こっち来そう、そんな大変だ。あ、もう少し、あ、見えてきた、見えてきた、見えてきた。おー、まだきっとあった。何が入ってるのか、テンダラで30ドル相当。中身はこんなものが入ってた。ほう、お、キットカット抹茶。まあこれだけでも結構するんじゃない？3ドルだろうか、3ドルか4ドルかするの。で、あとは何これ、あれ、クランチチョコレートココナッツ。おーっと、中華三昧じゃん。冷麺やん。で、これは、おー、栗じゃない、栗、チェスナッツ。で、あとは、お、なんだ、ライスクッキーケーキ。へー、ライスケーキ。これが来た。それで、あ、プラチナ。で、あとは、お、何か、コリアンバーベキューソース。おー、だから重たかったんだ。これが重さの原因だな。で、あとはこれ何、これチョコ、カレー、違う、韓国のなんかハッシュドブラウンソース、なんかハヤシライスみたいな、なんか。お、あとは、あとこの2つ。おー、アイランド、なんだ、アイランドマックスザチョコレートラバー、チョコレートカバーマカダミアス。で、あとジャナバナナス。以上でした。30ドル相当らしい。はい、福袋の中身はこれでした。It was a lucky 福袋 bag, lucky bag.